ということで月仙編です。行ってみよう。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べたでしょ。プリン勝手に食べたでしょ。昔と比べて大きくなったな。昔はもっと小さい画面で小さく映ってたのに。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。いいな、食べたいな、プリン。ああ、食べたくなってきた。昼ご飯食べたばっかりなのにな。3時のおやつに食べるか、プリン。嘘だ。今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているんだ。あれ、こいつこんなキャラだったっけ。こいつ漫画描いてたっけ。漫画描くのは未来とかじゃなかったかな。ぼーぼーって。と魔王は雄たけびをあげた。ぼーぼー。ムラッチ、セリフを言いながらじゃないと描けないの。ムラッチ、登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。うん、声優絶対言った後笑ってるよな。ふっとか言って絶対吹いてるよな、この人。真顔でこんなこと言えないぞ。私の声は聞こえていますか。修行しようって言ったじゃないか。みのりも一緒に叫びたい。全然違うぞ、発音が違うぞ。ぼーだぞ。俺も出ないけど。いい加減にしなさい。ユミが困ってます。今すぐ静かにしないとわしも怒りますよ。もう怒ってるじゃないか。怒りんぼさんだな、夜桜は。今回はユミさんが主人公だからね。あ、っていうか夜桜ちんもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。今回ほんと顔がドアップで出てくるよな。それだけ自信持って作ったってことだよな。自信持って3D モデリングしたんだな。ありがとうございます、夜桜さん。これでようやく修行を始めることができます。ビータなのにめちゃくちゃ綺麗だもんな。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせてしまって。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから。なんか光ってるぞ。ユミはユミにしかできないことをやってください。背中光ってるぞ。ありがとうございます、夜桜さん。本当にいつもいつも感謝しています。気のせいか。私、夜桜さんに感謝しすぎてしまったのでしょうか。どういう意味ですか。やっぱり光ってるな。夜桜さんから五光が差しています。五光。五光？さらに光り出した。背中から光が出ているとでも。そんなわけはありませんよ。後ろ向いてみろよ。うわー、夜桜ちマジで五光差してるんだけど。夜桜ちの後ろがピッカピカに光ってる。ピカピカピカリン。大スクープ、ブログに投稿しなくちゃ。ブログかよ。なんじゃと。早く写真を撮るんだ。写真の撮り方どうするんだったっけ。スタートボタンと PS ボタンだったの。違うわ、 PS ボタンと電源ボタンだったの。ありがたや。いや、スタートと忘れた。どうでもいいよ。わしを拝むのをやめてください。ありがたや、ありがたやって。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。誰でも分かってるよ。なんかやばくない？早く逃げようぜ。この光超でっかくなってるし。気をつけて。なんで構える？お前も早くこっちへ来い。爆発してメテオな、メテオじゃない、アルテマ級だぞ。皆さん、爆発したら全員揃っていますか？海に着いた？ええ、どうやらみんなに怪我はないようです。でもここは何やら暑いのですが。どう見ても海じゃないか。どう見たって真夏のビーチだよね。なんで私たちこんなところにいるの。それはね、水着になるためさ。ユミちゃん、あっちから変な人
たちがいっぱい来るよ。お前らか、お前らが来たんだろ。お前らだろ。気をつけて、殺気を感じます。殺気、誰を使うんだ。すごいオーラが出てる。これが殺気か。緑色のオーラが出てる。これが殺気か。おや、制限時間なしで雑魚人群を倒せ。会場はトロピカルビーチヒル。丸ボタンを押すと開始か。丸ボタンを押さなければずっと続くのかな。このカメラワークがなくなるところみたいな。一周してきた。もういいや。ユミ、新婚の夢に沈みましょう。ユミさん使うんか。任務開始。ダッシュ。回避した。四角コンボの最終段技なので、吹っ飛ばした時に丸ボタンを一つ突っ込んでいくと。ペッペペッペッ。凍ってる。みんなと、あれ味方いないから。もっといろんなコンビ来てほしいな。三角ためで微妙だな。カメラワークはやっぱり普通だな。前よりは良くなってるな。まだ終わってなかった。狙ってるぞ。通ってる。敵の体力は分からない。ロックしたらいいのか。ロックしても関係ないね。ビーチボールがある。まだいた。下を押すと体力 10% を使って3回使いましょう。ドーン、ドーン、ドーン。ザクを倒そう。あ、これもボールで遊べるんだな。そうだ、せっかくだから転身しとこう。忍び転身。どっから出した謎の光が。またセーラームーンのように下からスーッと変身してる。変わらないか。みんな吹っ飛んだ。もう終わったか。まだいる。終わったか。ガード、そう、 R ボタンでガードできるんだ。サブン、カウンターしろと。めんどくさいやつだ。うわ、しかもこいつは常人じゃないか。いた、いた。ガードさん、さあやれ、早く攻撃。すごい。トーン、トーン。あれ、ガード時ってどうあるんだ。ガード押したくないのか。早く攻撃してこい。あれ、もっとギリギリか。あと1回、早くしてこい。あら、スノーワードになった。あれ、こっちのガードになった。あれ、スノーガードになるな。もうちょっと遅くか。タイミング遅く。キン、
あ、通常攻撃。よし、ザコを倒そう。せっかく溜まったから必殺一本氷の玉を出した。これとこれと一緒じゃないか。じゃあレベル2相談。空中で凍ってるよ。確かレベル3は出せないのか、残念ながら。ジャンプ中はないか。空中コンボ。無限に続いてるぞ。倒してるんだろうな。あ、終わった。あれ、まだいた？あ、ザコ軍団が。レベル2。レベル2。当たってないじゃないか。なんかある？何もないな。またレベル上がった。あれ、間違いかな。カメハメハみたいに言ってるな。攻めてこいよ。あ、びっくりした。ゆっくりになったから、なんかバグったんかと思ったら終わった。パチン。正義です。私が正義って。なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。一人だけ転身してる。はい。以前スパリゾートで襲ってきた者たちと。同じ記憶でした。前夜祭の話か。スパリゾートのあの時はこの者たちが初回特典だと。私たちの目の前に現れましたけど、ダウンロードコンテンツが、ダウンロードコンテンツ、ダウンロードコードがついてて、見たわ、全部見たわ。とてつもなくひどい内容だったわ。今度は超命かけモード、この場所へと引き入れられたように感じます。スポンポンでした。スポンポンで戦ってました。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし。妖魔なんていなかったんや。見当もつきません。そしてこの場所は一体。そんなことより、泳ごうよ。ねえ、泳ごうよ。ユミチー、ヤザクラチー、海だよ、海、海、みんなで泳ぐっきゃないでしょ。はい、みのり、スイカ割りやりたい。まあ、このメンバーはいつものこんな感じだよな。我は砂浜に穴を掘って埋まりたい。お前そんなキャラじゃなかっただろ。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。ルザクラも実はやりたいけど、ルザクラもやりたいんだろ。そうか、力が及びませんでした。適当だったから、しょぼかった。また一つ絶対正義に近づけましたね。絶対正義。セーブしますか。いつも通りだ。